要注意です。サナギです。何のサナギでしょうかね。カミキリムシの仲間かな。腰が痛い。休憩かな。今年のタイムです。腰を休めよう。今日も風が大変抜けております。こう敷いて桑の木の葉っぱもだいぶ落ちてるな。シイの木、風の音でも聞きますか。
はい、今日は、ジャズの練習があるので、ジャズバンドの練習があるので早めに帰ります。菊芋、イノシシが掘ってたので、ちょっとこう人間の領土をアピールしています。これとこれですね。とにかく石が多いです。あんな風に石がすごく畑の中に入ってます。草も根もああいう風にもう溜まってますですね。今日はこれは使わないままですね。パーカッション台も西日浴びても光っております。草の波です。その向こうはセイタカワダチソウ。さあ、セイタカワダチソウがすっかり色づいておりますね。もうヨモギは育ち放題です。すくすく育つっていうやつや。雑草が雑草の勢いがすごいです。色違いのバッタ、オンブバッタ、さあ引き上げますか。今日もこのピザ窯は手つかずの状態です。いつになったら手がつけられるんでしょうか。はい、ではそろそろ引き上げます。また次回。お疲れさんでした。ありがとうございます。毛利さん、ありがとうございます。帰り道もどうぞよろしく。